ナンバーアンダーラインア I, INZM, m ステゴ、まさかの祝賀ダンス。平野翔の軽快ジャンプにファン歓喜。あの夜、ステージ上で3人のパフォーマンスが繰り広げられた瞬間、まるで時間が止まったかのような感覚に包まれた。会場全体が静まり返り、ただただ彼らの動きに引き込まれていく。光と音が交錯する中、3人はまるで別次元から現れたかのように、 圧倒的な存在感を放っていた。彼らが待とうオーラは観客全員の視線を釘付けけにし、誰もがその瞬間を見逃すまいと目を見張っていた。特に、将軍のジャンプ力は異次元とも言えるほどの高さで、まるで空中を自在に飛び回るかのように軽やかだった。観客席からは驚きと簡単の声が上がり、彼の身体能力の高さに誰もが目を疑ったに違いない。それは単なるジャンプではなく、 彼の内なる力が具現化された瞬間でもあった。そんな彼らのパフォーマンスを支えるのは、ただの技術やトレーニングだけではない。それは、彼らの根底にある揺るぎない信念と情熱、そして常に高みを目指し続ける姿勢だ。彼らがステージ上で表現するものは、単なるエンターテインメントではなく、彼らの人生そのものが投影された芸術作品である。ステージに立つたびに、 彼らは観客に新たな感動を与え、その存在を刻み込む。そのため、彼らのパフォーマンスを目にするたびに、観客は心を震わせ、胸を打たれるのである。グループナンバーアンダーラインアイとそのメンバーである平野翔蘭、ガン・ユータ、神宮寺ユータの3人は、最近の「M ステ」で彼らの新曲、INZM を披露した後、視聴者やファンに驚きと感動を与えました。その後、 彼らはパフォーマンスの成功を祝って、特別なお祝いのダンスを披露しました。このお祝いのダンスは、彼らの喜びと達成感を表現するために行われたもので、パフォーマンス後のステージ上で自然発生的に始まりました。ファンにとっては、彼らのリラックスした一面を垣間見ることができる貴重な瞬間となりました。特に平野翔の軽快なジャンプや、岸優太と神宮寺優太の息の合った動きは、 彼らの強い絆とチームワークを感じさせるものでした。彼らのパフォーマンスとお祝いのダンスは、ファンにとって忘れられない特別な瞬間となり、インターネット上でも大きな話題となりました。ファンは SNS で彼らの姿に感動し、祝福の言葉を次々に投稿しました。その結果、彼らの名前や INZM という曲は一気にトレンド入りし、多くの人々に広く知られることとなりました。このように、 ナンバーアンダーラインアイのメンバー3人は、パフォーマンス後のお祝いのダンスを通じて、ファンとのつながりをさらに深め、彼らの音楽とパフォーマンスが持つ力を再確認させてくれる瞬間を作り上げました。彼らの今後の活動にも、ますます期待が高まります。また、彼らが披露する楽曲、INZM は、そのタイトル通り、雷のごとく心に響く一曲だ。歌詞に込められたメッセージは深く、 彼らの思いがストレートに伝わってくる。3人がそれぞれの個性を最大限に発揮し、互いに補完し合うことで、一つの完璧な作品を作り上げているのだ。特に、3人で座る王座というフレーズは、彼らの決意と団結を象徴しており、この瞬間こそが彼らのキャリアの頂点であることを感じさせる。この楽曲は、彼らがこれまで歩んできた道のりを凝縮したものであり、聴く者の,の心に深く刻まれるだろう。 歌詞に込められた意味をじっくりと噛みしめることで、彼らの思いがより一層理解できるようになるだろう。これは単なるパフォーマンスではなく、彼らの生きよを表現したものだ。その姿勢は、ファンのみならず、多くの人々に勇気と感動を与える。彼らのジャンプ力や身体能力が注目されることが多いが、それ以上に注目すべきは、彼らが常に進化し続ける姿勢だ。彼らは決して現状に満足することなく、 常に新たな挑戦を求め、自らの限界を超えようとする。そんな彼らの姿勢は、多くの人々にとってのインスピレーションであり、希望の象徴でもある。彼らが放つエネルギーは、見るものすべてを引き込む力を持っている。さらに、彼らが織りなすハーモニーは、単なる音楽の枠を超えて、まるで一つの物語を語っているかのようだ。それぞれが異なるバックグラウンドを持ちながらも、 共通の目標に向かって進む姿勢は、多くの人々に共感を呼ぶ。彼らの歌声は、時には激しく、時には優しく、まるで人生の喜びと悲しみを全て表現しているかのようだ。それは、彼ら自身が経験してきた多くの出来事が反映されたものであり、聞く者の,の心に深く響く。そして、彼らが一緒に歩んできた年月は、ただの時間の積み重ねではない。それは、 彼らの成長と進化を示す証でもある。彼らが共に過ごしてきた時間は、彼らをより強く、より結びつけるものであり、その絆は決して断ち切ることはできない。そんな彼らの姿を見ていると、私たちもまた、自分自身の人生において大切なものを再確認させられる。彼らのパフォーマンスを目にした瞬間、私たちは彼らの情熱とエネルギーに触れ、心が震える。彼らが伝えたいメッセージは、 ただの言葉ではなく、その全てが彼らの行動やパフォーマンスに表れている。それは、彼らがどれだけこの瞬間を大切にしているか、どれだけ自分たちの仕事に誇りを持っているかを示している。彼らの姿を見ていると、自分もまた、もっと努力し、もっと高みを目指したくなる。それは、彼らが私たちに与えてくれる無言のエールであり、彼ら自身もまた、常に挑戦し続ける姿勢を忘れないからこそ、 私たたちもそのの背中を追いかけたくなるのだまた彼らが持つ独自のスタイルと魅力は他のどのアーティストとも一線を画している。それは彼らが自分たちのアイデンティティを大切にし常に新しいことに挑戦し続けているからこそ生まれるものだ。彼らの音楽は時に大胆でありながらもどこか繊細さを感じさせる。そのバランスが絶妙であり私たちを飽きさせることはない。 そんな彼らの音楽を聴いていると、自分自身の感情が揺さぶられ、時には涙がこぼれることもある。それは、彼らが伝えたいメッセージが、私たちの心に深く響くからであり、彼らの音楽が私たちの人生の一部となっているからに他ならない。彼らの楽曲は、ただのエンターテインメントではなく、私たちにとっての人生のサウンドトラックであり、その一つ一つが私たちの記憶に刻まれていく。そして、 彼らがこれからも進化し続ける姿勢を見せてくれることで、私たちもまた、自分自身を見つめ直し、成長するきっかけを得ることができる。彼らが私たちに教えてくれるのは、ただの楽しさだけではなく、人生において大切なことを見つけるためのヒントでもあるのだ。この先、彼らがどのような音楽を生み出していくのか、どのようなパフォーマンスを見せてくれるのか、楽しみでならない。彼らの進化は、 私たちにとっても新たな発見と驚きをもたらしてくれることだろう。そして、その瞬間を共に楽しむことで、私たちもまた、新たなステージに踏み出すことができるのだ。最後に、彼らのこれからの活動に期待しつつ、私たちも自分自身の人生において、どのような挑戦をしていくべきかを考えてみてはどうだろうか。彼らが私たちに示してくれるように、常に進化し続ける姿勢を持ち続けることこそが、 私たちにとっての成功への道筋であるかもしれない。